知って帰っていただけたらなと思いますので、木管楽器というのは足でできたリードというものを振動させる楽器を木管楽器と言われております。ですので大体皆様から見まして一番前におりますクラリネット、ちょっと上げてもらえますか。クラリネット、それからフルート。フルートは実は金属でできてますけども、昔は木でできてた、横笛ですね。横笛が進化したのでいまだに木管楽器に入ります。それからサックスホーンですね。先ほどセニョール藤林が吹きましたけど、あれも金属でできてますけども、振動させる部分は足でできております。それからあとダブルリードっていうのがありまして、オーボエっていうのがありますね。これも吹くところはそのリードを2枚合わせて音を出します。でもう一つ、同じダブルリードでも、ファゴットっていう楽器があります。あ、他の人じゃあ座ってください。ファゴット、実は彼女はですね、今日が初仕事で、はい、中曽根西と言いまして、うちの新隊員です。どうぞよろしくお願いいたします、はい。それが言いたかっただけなんですけども、自分のことはないんですが、そしてあとは金管楽器になっていくんですけど、金管楽器というのは自分の唇をブルッと振動させてマウスピースをつけてそれを覚醒して音を出すという楽器ですね。特に花形のまずトランペットですね。ちょっとトランペット上げてください。はい、トランペット。そして、ホルン、こう細い顔をくる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 回しております。これホルンという楽器ですね。それからユーフォニアムという楽器があります。これも非常に柔らかい音、さっきジュピターの中でメロディー吹いてました。そしてすごく大きな楽器で、このバンドの中の一番低音、縁の下の力持ちといいますけどチューバという楽器がありますね。大きな楽器です。そして、トロンボーンという楽器がありますけども、トロンボーンはまた特殊で歴史がすごく古いんですが、スライドというのをこう伸ばしたり縮めたりして音程を作るんですけど、どん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 伸ばしていくとですね、やがて抜けてしまうという楽器ですね。彼も実は新隊員でして、原田医師初仕事です。今後ともよろしくお願いいたします。さあ、お時間がちょっと迫ってしまったんですけども、いよいよ最後の曲はですね、皆さんジャニーズ系で今大ヒットでもうキャーッとこう言いたくなるようなグループって誰ですか？嵐。そうですね、お送りしましょう、嵐メドレーです。どうぞ。